こんにちは、ヒヨンです。今回はですね、2019年なんと最後の Get Ready With Me をしていきたいと思います。わー、2019年最後にちゃんと言えた。すべくば言わずに始めますか。それではスタート。はい、って感じで2019年最後の Get Ready With Me を撮っていきたいと思います。最後か、2019年最後だなんて、なんか感慨深いですね。で、最初に使うのがこちら、エリクシールルフレのバランシングお白いミルクになります。これを使うのが少し久しぶりな感じなんですけど、なんかここら辺とかエンビロンでエステを受けて、あのビタミン A 導入してもらったんですけど、したら今 A 反応が出てて、 A 反応っていうのはちょっと敏感になっちゃってる感じで、これを克服するとさらに皮膚が強くなったり綺麗になるっていう感じなんですけど、今肌がびっくりしちゃってる最中なので、ちょっと肌にあんまり負荷がないようなメイクをしていきます。カメラで見たらそんなわかんないかな。皆さん2019年どうでした？最後もこの話になるのかって感じなんですけど、ヒヨン結構1年を振り返った時に、今年はこういう年だったっていうのを漢字一文字で表すのが好きなんですね。でそれはなんで好きかというと、多分なんか昔小学校の頃とかそういうのよくやらされませんでした。毎年今年はこれでしたっていうのをつけるんですけど、まあ、特にそれを覚えてるわけでもなく、だから去年はなんていう年にしたかが思い出せないんですけど、何なんだろう。進むだった気がするんだよな。なんかいろんなことを、あ、違う、こなすだったっけな。まあいいや。で、今年2019年を一文字でフィヨンが表そうと思ったら、その漢字はですね、ドゥーラン、上がるです。が、登る、その漢字の意味が、それが本当にちゃんと的を得てるのかわかんないけど、全てにおいてステップアップできた1年だなって思うので、なんか登る、上がる、登る、登るが合ってるのかなっていう感じだなって思います。それこそ今年の目標であった YouTube 登録者数30万人も達成できたし、まあ、インスタが20万人フォロワーを達成できるかがちょっとまだ分からなくて、それこそキャセリーニさんとコラボできたり、 SCC スーパーシーチャンネルでブース出したり、それは多分前の Get Ready With Me でも言ったと思うんですけど、本当にステップアップできたなっていう年だったとすごく思います。こうやっていつもフィヨンのくだらない話を聞いてくれたり、なんかヘアアレンジとか参考にしてるよとか、メイクとか見てますって言ってくれて、見てくれる皆さんのおかげなので、本当にもうありがとうございます。なんか感謝の気持ちでいっぱいですっていう言葉でまとめられないぐらい、本当にありがとうございますの気持ちがたくさんなんですよね。だし、年を重ねるっていうか、年々行くことによって、やっぱりなんか皆さんの支えだったり、スタッフさんたちに支えていただきながらの自分だなっていうのを本当に思います。スタッフさんたちも本当に皆さんありがとうございます。だからそれをフィヨンが同じ形ではないかもしれないけど、違う形で恩返しできたらいいなってすごいいつも思います。なんか恩返しできてんのかなってすごい不安になることがある。てかメイクがもう止まってしまったから早くやりますね。ドクタージャルトのシカテアリカバーっていうファンデーションっていうか BB クリームみたいな感じで、中身がこういう風なグリーンのタイプなんですけど、肌に塗ると自分の色に変わってくれるんですよ。結構ワントーンアップするので使いやすいと思います。でもやっぱメイクって楽しいなーって、今やらせていただいてるお仕事が転職だなってすごい思います。はい、でクマもちょっと気になるのでコンシーラーを塗りたいんですけど、コンシーラーこっち忘れた。でコンシーラーはちょっとカバー力のあるこちらにします。メイベリンのインスタントエイジリワイ、ん、読めない、ふさふさな感じ。でフィヨンは3年生の時に
なんか JJ の学生ライターやってて、高野祭実行委員っていう精神祭の高野祭の実行委員もしてて、就活もするみたいな感じで、就活は全くしてないっていうわけではなくって、これ話したんだっけ、本当は D フリックに入りたくって2回受けたんですけどダメで、じゃあそれに似てるところを探そうと思って、それで探したのがフリル。フリルっていうのはメルカリみたいなアプリだったんですけど、そこに EC 部門みたいのがあって、そこの部署はもう定員が満員でクレーム対応の部署に行ったっていう。でそっから C チャンネル出会って、で前話したみたいに AD さんとかやって今に至るって感じなので、ほんと人生は何があるかわからないってこの前言いましたよね。はい。なんか JJ の学生ライターをしてた頃は、朝のほんと6時半とかに集合して撮影のお手伝いして、でそっから学校行って授業を受けて、高野祭の準備とかして、 JJ のオフィス行って、そっから写真セレクトしたりライターさんのお手伝いしたり、もう今考えたら本当に楽しかったなって思う。なんか都内の焼肉特集みたいのがあって、それもライターさんが結構取材とか行くんです、お手伝いで付き添いで行って一緒に、でその焼肉を実際に写真撮って食べて、食べなきゃ味がわからないじゃないですか、こういう特徴があるよとか、だから全部食べれるんですよ。それがもう嬉しすぎて、でもそれでめっちゃ太った気がする。今日はその焼肉特集とフレンチトースト特集も一緒にさせていただいて、それはめっちゃ楽しかった。楽しかったけど、大変だったけど楽しかったって感じですかね。でもその当時はもう大変大変っていうのがちょっと強かったかなっては思うけど、こうやってやっぱ思い返してみると楽しかったなとか、あの時やってよかったなとか、全てが今のプラスになってる。例えばその撮影の動向とかも、あこういうポージングするんだとか、なんかあこういう流れで撮影してるんだとか、あ制作はこういう感じだからこういう風にした方がいいんだとかわかるし、それこそそういう焼肉特集とかフレンチトースト特集はその時文字を書くので、今のなんかテキストを書く練習とかにもなったなって思います。すごいまだ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 未熟だったので、そんな今もすごい上手なテキストが書けるっていうわけではないんですけど、学生ライターをやってた時のことがすごいなんかプラスになったなっては思います。すごい語ってるね。最後だからかこの動画がめちゃめちゃ長くなりそうなんですけど、でも経験って本当に大切。肌とかそういうメイクとかヘアとかそういうのは参考になる人の話を聞いて真似すればいいけど、こういう人生においてのことって自分で経験しないと、やっぱ自分に合ってるかそうでないかっていうのがわからないから、もちろんこういう風に人の話を聞いて、あそうなんだって思うのもいいけど、実際に自分がやってみて合うか合わないか判断するのが大切って思う。はい、眉マスカラはこちらのインテグレートになります。 あと今年は本当ピヨンのお洋服サイトをオープンできたのもすっごい自分の人生の中で歴史的瞬間というか、買い付けって韓国のトンデムンとかで夜中の3時から始まって、本当朝方の6時7時ぐらいまでやるんですけど、昼夜真逆だから、この活動の範囲が真逆だから、やっぱり眠たかったりちょっと頭が回らなかったりするんですけど、やっぱフィオン服が好きなのがすっごく楽しいんですね。で今回また第2弾でセレクトに行ってきたんですけど、その時もすっごい楽しくて、やっぱこのお洋服は続けたいなって思ったんですけど、どうですか皆さん。フィオンのお洋服サイト続けた方がいいですかね。どうなんだろう。みんなが欲しいようなお洋服をフィオンがセレクトできてるのかな。ちょっとそれが気になるので、よかったらコメントお願いします。さらにまた思ったのが、人って頑張ったり努力したらできないものはないってすごい思いました。それはまあもちろん一人の力では難しいかもしれないけど、自分がこうやりたいっていうものがあれば、なんか周りの方とかに相談して協力してくれる人を見つけて、まあ行動に移すことって難しいことなんですけど、大切だなって思いました。てかフィオンこの前ねコメントで、それこそってフィオンちゃんの口癖だよねって言われて、確かねって思って、フィオンめっちゃそれこそって言うよね。それこそそれこそって、
それこそってなんやねん。今年フィオンがいろんなことに挑戦させていただいたんですけど、 SCC のブースも本当にデザインをこだわらせていただいて、でもそれって初めての経験でどんな感じになるかも正直わからないし、こうやって資料では見てるものの実際に物を見た時に可愛いって思うかなとかすっごい不安だったんですよ。お洋服もセレクト初めてだし、サイトを作るのって初めてだったし、そのお洋服サイトのなんか写真の配置とかそのデザインもフィオンが一応作ってるので、なんかそういうのも何もわからないままなんか手探りでこうやって探して、なんかいろんな人にアドバイス聞いたりしたら、まあ、完成は一応したから、やってみる、行動に移してそれなりの努力をしたら、なんか本当できないものはないなって思うから、なんかもしやりたいなって思うことがあるならば、本当に最初から私は無理とか思うんじゃなくて、すごいみんなにも挑戦してほしいなってフィオンは思います。フィオンも昔だったら、もう無理無理そんなのできないって思って、もう夢だけ見てたけど、早く行動に移せばよかったっても思うし、まあそういうタイミングが今年だったっていうのはあるんですけど、うん、めっちゃ語ってるねはい、シャドウはこちらジョンセンブルのリパイニングアイシャドウダブル。色味が可愛い、大人っぽい。なんかいろんな仕事をする上で自分の意見をちゃんと言うのもすごい大切だなって思います。周りの人に演説して自分はこう思ってんのに、それを押し殺して、あ、はいはいっていうのも違う。もちろん周りの方の意見も取り入れつつ自分の意見も言って、そうすると本当にこの意見がある、この意見があるで、どんどん高め合えるから、言われたことに対して自分はこう思ってるのにそれを言わなかったらここで終わっちゃう。もちろんその伝え方も大切、頭ごなしに言うんじゃなくて、自分はこう思ってるんですけどどうですかとか、思いやりの気持ちを持ちつつ自分のちゃんとした軸は持って話し合うことがすごい大切だなって思いました。なんかすごいいろんなこと、なんか悟ってるっていうか、何があったのって感じですよね、フィオン。もうなんかね、ほんと思うことがたくさんある。やっぱ働いてると。結構ね、フィオン、感情が、って感じで、バーってなったら、バーってなっちゃったり、それこそ楽しかったら、もう楽しいってなっちゃうし、上げ下げが激しいのかな。頭ごなしに言うんじゃなくて、一回落ち着いて、ちゃんと話せば、多分分かり合えるから、それはフィオンもまだまだ努力が必要で、頑張らなきゃなって思う。もうそれができたら本当に素敵な人間ですよね、人。頑張ろう。はい、チークは 3CE のマルチポットプリムラ。これはもう発色がいいから本当に。てかめっちゃちょっと発色良すぎましたね。ちょっと肌が荒れてるのでチークを広めに入れて角層作戦。なんならさらけ出す。私荒れてますみたいな感じで。したらこの手残ってるのでそのまま唇にも塗っちゃいます。色付けって感じ。この上からグロスをまた重ねるけど、そうするとねすごい色落ちしない。そしたら最後にこちらトーンのここにあるハイライト、これクリスマスコフルなんですけど、このルミナイザーをふっくら塗ってツヤ感を出し、最後じゃなかった、あとリップですね。あ、まつげもやってなかった。なんか話に夢中で全然終わってないじゃん。はい、じゃあまつげはこれにします。これエンド B、 ヘアメイクさんの川北さんがプロデュースしてるやつみたいなんですけど、マスカラを新しく買ってみました。これはお湯で落ちるやつらしい。わあ、塗りやすい。ダマになる気配が全くないですね。てか超セパレートって感じ。ほら、いい感じじゃない。でもなんかそんなボリュームが出ないからオフの日にって感じかな。はい、そしたら最後にグロスですね。これ RMK のティンティットオイルフィットグロス04番。これを重ねて、これは発色っていうよりもそれこそ、またそれこそって言った、オイルって感じなので、さっき色付けしたからちょうどいい。うん、いい感じ。はい、って感じでメイクの完成でーす。髪の毛はさっきストレートにしちゃったのでこのままなんですけど、もう2019年本当に皆さんフィオンのくだらない話をたくさん聞いてくれてありがとうございました。2020年来年もフィオンはこの大好きな Get Ready With Me をたくさん撮ると思うので、ぜひ皆さんフィオンのくだらない話に付き合ってください。お願いします。って感じでこの動画が楽しかったり、また来年もフィオンの GRWM 見てみたいなって思ってくれた方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。
クロン、アンニャン。